正月三が日、テレビでは、いつものごとく、お笑い芸人たちが初笑いを振りまいた。だが、2019年から2020年にかけては、こうした芸人やタレントたちが、お笑いでなく、会見派の広告塔として活躍するかもしれない。断っておくが、これは、冗談でも考えすぎでもない。安倍首相は、今日6日にも、2020年の改憲憲法施行を目標とする気持ちは変わらないと意欲を示した。おそらく、安倍政権は、秋の発議、来年早々の国民投票というスケジュールを強行するために、今年はマスコミを使って、やっぱり改憲は必要だという大々的なキャンペーンを仕掛けてくるだろう。その中で、先兵役になりそうなのが、他でもないお笑い芸人たちだ。第2次、安倍政権以降、官邸や自民党、安倍応援団のネトウヨからの抗議や圧力を恐れて、テレビ局では、情報番組から政権に批判的なキャスターや、リベラルなコメンテーターが、どんどん排除され、社会問題や、政治の話題を扱うワイドショーのコメンテーター枠を空気を読むことに長けた芸人やタレントばかりが占めるようになった。しかもこうした芸人の中には空気を読んだ結果ゴリゴリの右派思想に丸乗りして露骨な安倍政権擁護や改憲主張を繰り返しているものが多い。これから安倍政権の改憲キャンペーンが始まればこうした改憲派芸人が率先して PR を展開する可能性は非常に高い。その筆頭が松本人志だ。周知の通りワイドナショー、フジテレビでの発言が即座にネットニュースになるなど社会的影響力の大きい大物芸人。同番組で安倍首相をゲスト出演させたり安倍政権のスキャンダルのフォローを連発し、安倍首相と会食までしていた仲なのは改めて言うまでもない。しかも、松本は以前も会見に前向きな発言をしたことがある。ワイドナショーで賭け問題について、脇見運転みたいなもの、安倍首相のやってることを全部間違いだというのは、おかしいなどと擁護した後、やっぱり憲法は、ある程度考え直さなあかん時期に来てるとは思うしねと、発言。改憲のために不正を見逃せと言わんばかりの主張をした。他にも、安保法制の違憲性などが、問題になる中、本当にこのままでいいと思っているのであれば、完全に平和ボケ、憲法9条は日本を守ったかもしらんけど、言い方変えたら、他国に舐められてるなどと、護憲派を攻撃したこともあった。ワイドナショーでは、松本好みの保守的スタンスのコメンテーターが、重用されがちだが、安倍政権が、会見に本腰を入れれば、ワイドナショーの出演者が会見派コメンテーター一色になり、番組全体が会見一式になる可能性も十分考えられるだろう。しかも、松本が恐ろしいのは、吉本の王様という立ち位置にいることだろう。芸能界、とりわけお笑い界では、松本批判はタブー化しているため、松本が一言、安倍さんの会見は正しいと思うなどとストレートに発言すれば、ほとんどの吉本芸人が忖度してしまう。松本自身は憲法に関する深い知見など持っていないが、誰も反対意見を言えないまま、松本の言うことが正論として流通してしまう。そういう意味で、松本は安倍政権にとって最大の会見、インフルエンサーになる可能性が高いと言っていいだろう。アベマ TV で、護憲派をなじり倒していた、小籔千豊。同じく吉本芸人で、情報番組などに多数出演している小籔千豊も、会見先導芸人の最右翼だ。小籔といえば、産経新聞社の月刊誌、正論からもラブコールを送られるなど、近年、右寄りタレントとして存在感を発揮。
安保法制について反対デモを批判するコメントや、安倍政権に丸乗りした中国脅威論を連発するなど、政権擁護のみならず、リベラル派のバッシングを散々展開してきた。実際、2017年のアベマプライム、アベマ TV で、安倍応援団の有本香里氏、ネトウヨアナウンサーこと、小松康志アナと安全保障の強化や諜報機関の必要性についてトークした際には、護憲派をなじり倒す、お得意のやり口を披露している。番組で小籔は、護憲派は、平和になったのは自衛隊があったからじゃない、憲法9条があったからだと主張しているとして、当時の北朝鮮情勢の緊迫を念頭に、こんなセリフを執拗に吐き続けた。今も、憲法9条ある。それで戦争ないんかなって思ったら、ついこの間の4月に戦争なるかもって言いました。あれ?憲法9条あるのに戦争なるかもってみんな言ってる。あれ?前、憲法9条あったら、戦争なら、変って言い切ってた人、あれ?戦争なるかもって今言うてるけどそれどっち?ということは、憲法9条あっても戦争になることはあったし、今までたまたま、なかっただけ。じゃあ世界中見ると、軍隊持ってるけど戦争して、建国っていっぱいあるよな。要するに、護憲派は、お花畑だと、印象づける、典型的なレッテル貼りだ。小籔が悪質なのは、こうして勝手に護憲派の主張を極端に設定し、それを批判することで、現実派の俺かっこいいみたいな感じに振る舞うことである。だが、この男の言っていることは、実際には、現実派でも、遅れてきた頑固親父でも何でもなく、ただの船舶なネトウヨ思想の改陳だ。事実、過去には、戦中の教育直後は何も悪くない、民主主義よりライトな独裁の方がいいという趣旨の主張をぶってきた。これからも当たり前のように憲法9条を骨抜きにして自衛隊を軍と位置づける安倍会見をどんどん援護射撃していくだろう。もちろんこうした芸人は松本や小籔だけではない。というか、彼らほど直接的には言わないが、例えば、千原誠二や香港、ブラックマヨネーズの吉田隆、ロザンの宇治原式など、テレビで安倍政権を擁護したり、リベラル派を攻撃してきた吉本芸人は、枚挙に、いとまがない。そもそも、吉本興業という企業自体が、安倍政権や、改憲派政党と同調的な動きをしてきたことも見逃せない。例えば2017年夏、国会が共謀罪で揺れる中、吉本が担当省庁である法務省の PR を受け負って所属芸人を大量投入、同省を紹介するというプロジェクトを立ち上げたことがあった。同年7月のお披露目会見では、西川きよし、ワッキー、ペナルティ、川田裕樹、ガレッジセールといった吉本芸人たちが集結。国会答弁で大きな批判を浴びた当時の金田勝利法相も出席し、一流の芸人さんのおかげで素晴らしい出来栄えになったなどと胸を張った。また2016年には、公益社団法人日本青年会議所、日本 JC と包括提携を締結している。JC といえば、ツイッター上でネトウヨ丸出しの暴言を連発する、右翼なるキャラクターや、芸人のブルゾン千恵美を模したキャラクターが、新しい男、憲法を作りたくない?などと喧伝する憲法改正ウェブ漫画などの、とんでも改憲運動が炎上したことも記憶に新しいが、安倍政権やその周辺極右の政策をなぞる政治運動団体と化している組織。吉本はこの JC とも地域イベントで協力するなど関係を深めている。空気を読むのに長けた芸人たちは権力に迎合する傾向が C がゆえに、会社が PR やっているんだから
批判は控えておこうという意識が働いたとしても、いささかも不思議ではない。しかも松本人志のダウンタウンは、松井一郎大阪府知事が安倍政権とがっちり組んだ大阪万博の誘致アンバサダーも務めた。周知の通り、日本維新の会もまた改憲勢力の一角を担う政党だ。金を持っている自民党や改憲団体が芸人やタレントを改憲 CM に起用。いずれにしても、松本、小矢倉吉本芸人を中心に、2019年は、ますます、テレビタレントを使った改憲のための世論誘導が、行われていくだろう。吉本だけではない。昨年にはついにネトウヨ番組、真相深入り、虎ノ門ニュース、DHC テレビに出演した鶴野武氏や、ニュース女子の MC でもある西川文子なども中止すべきだ。しかも気をつけなければならないのは、こうした芸人たちの会見発言は炎上することなくフリーにどんどん流される一方、同じタレントでも誤見を主張する発言は政治発言をするなと総攻撃を受けてテレビからほとんど消えてしまう可能性が高いことだ。実際、ウーマンラッシュアワーの村本大輔や星田秀俊など、安倍政権を批判した芸人たちは、抗議が殺到し、炎上、テレビから干されているが、安倍政権を擁護する香港や、千原誠司、ロザンの宇治原などは、お笑い芸人としては終わっているにもかかわらず、逆にどんどん売れっ子になっている。これは炎上を仕掛けているのが安倍新派のネトウヨや右派メディアで、テレビがそれに過剰に怯えているということが原因だが、この構図は会見をめぐっても再現されるはずだ。誤見発言は政治的と封じ込められ、安倍首相の望む会見を援護する発言だけがどんどん大きくなっていく。そんな状況になるのは確実だろう。さらにこうした状況に拍車をかけそうなのが CM の問題だ。現行の国民党票法では、改憲案の国会発議翌日から国民党票運動期間60から180日が設けられ、投票日の2週間前まで投票勧誘の CM が可能。しかもそれ以降も賛否を勧誘しない CM ならば放送できる。当然 CM は資金と広告代理店の力が物を言うが、民放連は賛否の量的規制を事実上困難と否定している。つまり豊富な資金力を持ち、電通というパートナーを得ている安倍自民党が有名タレントを起用して大々的な CM を打ってくるだろうことは容易に想像がつく。小籔千豊や鶴野武氏が、私は憲法改正に一票入れますなどと宣伝するテレビ CM がひっきりなしに流されるなんてことも十分あり得るだろう。その意味では改憲論議の前に野党が要求している CM 規制は絶対に不可欠だが、 CM が規制されたとしても、これまで語ってきたように芸人たちが出演する情報番組やワイドショー自体が改憲 PR になる可能性は高い。安倍首相が改憲志向を明言した2020年まであと1年となった今年は、私たち有権者にとってワイドショーや情報番組に出る芸人やタレントたちがどういった考えを持ち、誰を利する行動をしているかを改めて見定めるべき期間となるだろう。本サイトでは引き続きこうした改憲タレントの動向を伝えていくつもりだ。